量のはないんだ。量半分つけとけば。その方が声聞こえるはず。うん イマジンあと今日合わせて3回なのにまだエフェクトもかかって慣れきれていない私最後まで結局覚えきれないで終わってしまうのだろうかはいということで「リエットイマジネーションイマジン毎週木曜4時から始まっておりますで今日あのあれいつもと画面の状態が違う 今日はゲストお二人をお呼びしております。えっと、読谷村の方で民泊をされている金城さんと謎の人です。<laughs> よろしくお願いします。いますはい。ということでですね、改めましてこの番組の紹介をさせていただきます。リエイイママジジネーションイマジンは DA 視点で自己啓発やスピリチュアルなお話をする番組ですもちろん皆さんが心の支えとする宗教やセミナーなどは一切否定をせずそれは大事にしてもらって想像力を持って聞いていただきたい番組ですもし皆さんが勉強していることと似たようなお話であればおさらいのつもりで是非聞いてください 番組タイトルも想像力を持って愛を持ってこれからを想像していく今を生きる人を目指してつけております。はい、ということで今日のテーマは <laughs> 沖縄県先ほど梅雨明けいたしました。おめでとうございます。 <laughs> でももう少し雨降ってくれた方が良かったのか。うん、そこはちょっと微妙なところだが、まあ、この梅雨明けと,とともに、今日のテーマはですね、梅雨明けとともに心をオープンです。ぜひ聞いてください。今日から皆さん心をオープンに人生をより楽しみましょう。そんな見本となる2人を今日ゲストでお越しいただいております。では聞いてくださいね。まずは CM に入ります。 ツイキャスとか画面が見れない。ツイキャスとか画面が見れない。量もうちょっと寄ってもいいんじゃない。二、二人映ってる状態、見えない、ここから見えないのか。あ、そうだ、後半。 最初にこれの説明からしといていい、あとでなんかできなくなった、伝えたから。<laughs> イェイエイェイイイ始まっております、DietImaginationImagine、えー、のテーマは、梅雨明けとともに心をオープン。 いいえっと先週はですね私あの、ロックの日でしたので第3の目を描いてそしたら、なんか第3の目をがあるなんかアニメのキャラクターがあるらしくてなんかそいつの真似かみたいなことをやったんですけどあの全く誰だか分かりません <laughs>、えっと、そのキャラがいいキャラであるといいなと思っておりますそして今日なんか変なコスプレチックだけどコスプレとかそんな趣味も全くございませんが <laughs> しかしですね、えっと、今度の土曜日にあるイベント で、この格好で出ますので、えー、とこんな感じでですね、占いバ,バアみたいな感じで隣に真っ黄色の占い師のりんごさんと一緒に出てますのでぜひ皆さん来てくださいね、えー、とイベントの詳細が映ってるかな沖縄コンベンションセンターで今週の18日19日、えー、入場無料です、えーと。沖縄ミネラルショーといって、えー パワーストーンなどあとマッサージや占いなど結構なんか世界中からいいなんか素敵な石とかも集まるみたいですのでぜひ皆さんお越しくださいでこの日あの藤子ヘミングも沖縄コンベンションセンターに来るんですよめっちゃ見たい。 フジコヘミング見た帰りにでもですねこれ間に合いますので土曜日が12時から9時半で日曜日が11時から6時ですで私はフジコヘミングを見れないのであの見た方は私に感想を言いに来てくださいということで、えっと、私は占いアップルのりんごさんの横でお手伝いしているんですけれどもあの三品茶占いという面白い名前の占いを私ではないんですけどもやります。であと リンゴさんが最近占い,もあの占い師になりたい方などあの教えるということでそういったあのプランも立てているのでもし占い師になりたい方とかいたらりんごさんに相談してみてください私も習おうかな <laughs> この際占い師になった方がいいかな、まあ、ということで土曜日皆さんこの格好でいますので見つけたら DA と声かけてくださいねその時にはちゃんと第三の目もまた書いてきますんでね はい、ということで、改めまして、あのお二人の声を聞きたいと思います。どうも金城さんと謎の人、こんにちは。はい、こんにちは。謎の人声を出してくれた。<laughs> <laughs> はい、ではですね。今日お越しいただいた金城さんはえっと改めて紹介すると、嫁さん読谷村で今民泊をされていて、あのまあ、私の同級生なんですけれども。も最近久々に会った時カフェで話しして。 めっちゃなんかあなたたちいい感じじゃないと思ってすごいお話ぜひしていただきたいなと思って今日ゲストで来ていただきましたでは金城さんはい、はい、なん,かなんか気が付いたら私もなん民泊ししてるしみたいな <laughs> <laughs> そうなんかあのもともとこう民泊をしたいなって漠然とあったわけではなくて、うん、あのもともと浦添市に住んでて、うん、で読谷に引っ越すきっかけがあった でまあ読み物その日行したときにまあ主人とこうあの謎の人主人だったそうなんです主人と国際交流をしたいかなってこうねあの元々外国の人と話すのも好きだったのであの私たちはこうあの丸がし丸丸がしっていう形の民泊ではなくてホームステイ型本当に家の中で一緒にこう生活をしてもらう空間に一部屋ゲストの部屋を設けてこう泊まっていただいてあの朝食も一緒に食べるっていうああ 感じでああじゃあその,このこう海外の人と交流したいっていうことが一番の,そう一番の目的で<ー>そうですねこう自分たちがなかなかね海外に行ってそういう経験をすることもできないので、うん、逆にこう沖縄って今すごいいろんなところから、うん、海外から足を運んでくださる方が多いので、うん、それもねあって。うん ぜひ、うちに泊まっていただいて、うん、なんか話しできる機会があればいいなと思って始めましたな、うん、なるほど、うん、なんかあのこの民泊でのエピソードとかこの前聞くとすごいなんか私も勉強になることばかりで,<う>でちなみにです、ね、今日あの,、うん、あのご主人様 <laughs> ご主人様で謎の人は今日、隣で何かあの思いついたらあのなんか急に文字を書き始める <laughs> かもしれないからこの謎のご主人様の動きにも皆さん注目したい。<laughs> <laughs> 何を書くんだろうお楽しみです <laughs> <laughs>、はい。ではえっとこのですね民泊での。 何かこのお客さんが来てすごい面白かったなとか勉強にななったと結構、ですね来る方って結構、すごい方というかいろんな観光をしたいっていう目的ではなくてやっぱり私たちの家で一緒に生活してもらうので結構沖縄の人と交流をしたいっていう感じで来られるんですけどこの間来た方が在日のコリアン、朝鮮人なんですけど彼はもうずっと。 あの沖,縄沖縄じゃない日本でずっと育ってるので日系三世になんですかね、うんうん、在日三世なんですけどもうん、あの彼のあのと彼女が一緒に来てて、うん、で彼女は樺太生まれの,、うん、あの朝鮮人でお二人とも沖縄でいずれこう生活がしたいということで。うんうん あのその下見というか初めて沖縄に来てみたということで話をしていてまあその時にこう自分も歴史を知らなかったというかまあ彼らの話を聞いてこういう人たちがいるんだということも知ったしで彼らが逆に沖縄に興味を持ってくれたというのもすごいきっかけになってこうあの自分たちが文化をこう沖縄のカルチャーというか文化を伝えたいと思って始めたことが逆に学ぶことが多かったなって思った民泊を初めて思いました。うん、じゃあ このじゃ伝えるよりもかえってその、えー、そ<う>コリアンの方たちのいろんな文化をまた改めてそう知るきっかけにもなったしうそうですねあと、その民泊を始めてからこうあの、まあ、主人といろいろ話してて朝こう、私たちビーチ行くの好きなので、うん、こう朝、ね、気持ちがいいからビーチ行って。 で、ウォーキングするついでに、こう、ゴミ拾い始めようかみたいな。いい運動にもなるしみたいな形で。なんか、そのビーチで、その、ビーチクリーン活動してたわけで。わけではなくて、いつも行く、こう、ビーチがあって、そこで、朝。行って、こう、ね、ゴミ拾いを始めて、で、主人が三十三振引くから。まあ、このゴミ拾い終わった後に、こう、三振でも引いたら、気持ちいいね。な贅じゃ、プライベートビーチで。 旦那様は三をそうですねプライベートビーチじゃあ村営のビーチなんですけど村営のビーチで被害をした後あとに東屋を借りてちょっとそこで三振を引いてゲストにその話をしたらぜひ行きたいって言ってこの間インドから来たゲストがいてその話をした時にすごい私たちのことに興味を持ってくれてやりたくてもね行動に移す人っていうのなかなかいないって言ってそれを私もじゃあ 一緒にやりたいって言って、うん、でその一緒にビーチクリーンした後にこう、うん、あとに東へで三振を聞いたらすごい良かったって言って喜んででももらいました、えー、なるほどでも結構、その観光の方私もあのマッサージとかで観光の方お客様よくあの施術するので、はい、なんかどこに行ったらいいですかとかやっぱりメジャーどころを案内してしまったりするんだけれどもでまた国際通り歩いてると。 観光客ばかりであの沖縄の人となかなか喋れなかったりするから沖縄の人どこにいるんですかって言われたこともありますし、えーうん、だからやっぱり何でしょう沖縄の人と直また沖縄の文化にやっぱり触れたいっていう気持ちが一番う大きくて、うん、でそう私たちもそれ最初はねこうおもてなしの気持ちで始めたっていうのがあったんですけど、うんうん、あったけどやっぱりこう逆に自分たちの方が教えてもらえる、うん、彼らの文化のことを教えてもらったりインドのお友達もこの、うん インドそれまであまり好きじゃなかったというかこうどっかこうカースト制度が残ってたりするイメージがあったりこう女性が行くと危ないみたいなイメージがあったりしたんだけどやっぱ彼女を通してそのインドを見るといやすごいところだなというかこんな人もいるんだみたいないや国じゃなくてやっぱ個人単位で友達になって初めてあ なんだ今まで思ってた遠い国の人じゃなくて仲良くなればこんなにも楽しいって思ってで共通の気持ちがあってやっぱりこうあの自分ができることから始めたいっていう彼女もインドから来てあの東京で英語の先生をしてるんですけどそううなんかこう人に教えることを彼女もすごいあのインドであの貧しい子供たちにあの 教育を英語の授業を教えてたって言っててで黒板もないし何にもない場所で本当にあの木の下で教えた経験を聞いてで日本に来て一番びっくりしたのがその学生が何の質問もないことってっ向こうではもう教育イコールお金って言ってて<え>だからすごい意欲があるってみんなすごい聞きたい聞きたいって言うんだけど<ー>日本に来たら学生がみんなシーンとして何か質問があるって誰も手を挙げないっていうのにすごいびっくりしたって言ってて、えー、それはねよく。あの 聞く話っていうかね、うん、日本の子供はこうシャイだねって彼女もすごい言ってたけど、うん、やっぱりこのね、日本は恵まれすぎてるとこもあって、うん、そのありがたみがね、うん、なかなかわからないというか本当に好きなことを多分、うん、みんな持ってるはずだけど、うん、それをこう、どっかこう、教育学校っていう枠の中でテストとかね、うん、こう、 で自分を評価されたりすると、うん、こう自分っていうのを見失っていくところがあるんじゃないかなって、うん、彼女を通してだからこの学校の話を聞いたり、うん、そ,うその話を聞いてやっぱりいやも,うもらうことの方が多いねって言って主人公とおっい話しました。だろう この民泊っていうのもじゃあ二人ともこの好きなことあれやってみようこれやってみようとかいうこの感覚をもう信じてもうその流れのままに気が付いたら自分たちの。 あのやりたいことの今形がその形に今なってきたってきて最初はや最初は怖いっていう気持ちは私はあってうん、うんね、家に人を止めて何か取られたらどうしようとかあったけどうん、うん、結局、やり始めたらなんだ与えられるっいうかもらうことの方が多いじゃないかって思って、うん、そうするとこうポンポンあ,じゃあ,あれもやってみたいなとかもっとこういうことをやってみたいっていう気持ちが徐々にこうやりながら、うんうん、出てきたっていう感じすごいっいうか普通はやっぱりなんだろう どっかみんなどっかなんかこれをやったらっていうなんか見返りの考え方が近いことの方が多いと思うんだけれどもこの与えられるってまず思うこともすごいしでもそれって全然。 押し付けでもないしまた与えられることしてもらえることの方がってなんか全部がが感謝でしかかななない、いのリズムがすごいなって。なんか人って何か始めるとき不安なんか失敗するんじゃないかみたいなことが先に誰も来ると思うんですね、うん、何かをこう環境を変えるにしても、うん、あのうまくいくことじゃなくてなぜかこう、うまくいかないことばかりに意識が向いてしまって。うんうん でもそうすると本当にこうだろうそれをこう引き寄せるじゃないけどそういう行動を取ってしまったりとかするけど実際に踏み出してみれば意外と自分と想像つかないこと喜びがあったりするとそんな不安は全部こう自分の想像の中でしかなかった。 踏み出した方が怖いことが待ってるような気がする,するけど、踏み出した方が実は自分がとっても過ごしやすい生活がそこに待って、んこんなにもまた、こんのな,なんでしょうすくすく、このね、私がよ寝てる時に急に家に入ってきて、<laughs> そうそう家、遊ぼうって鼻つまんで。 起こされて、分かって遊ぶみたいな、<laughs> まあそんなこと言ってやってた友達が、なんかまたこんなにものびのび生きてるよう静かに、ね、うんうなずいている謎のこの旦那様がね、<laughs> 隣でうんうん悟ってるこの旦那様がいるから、またさらに、でも、なんでしょう二人、二人とも三振も引けて。 昔はやってたけど私はもうピアノとかしかできないしでもこう彼が三振弾くことでそれでいろんな人とつながったりもでで。きたのなんかこの旦那様がまた三振弾いたりあと、金城さんもヘアメイクのお仕事もされてた経験もあるからそれでまたもてなせたりとかもこの今までやったことが今生かされている んかそれ聞くとなんか全部本当に無駄じゃなくてそのよりよい時のために全部、ねうん、そういうところにそう準備されてるのかなって思う時が、ね、その時になあの悩んでる時とかは全然そんなこと考えられないし、うん、あのどっかきれい事みたいな感じもするけど、うん、こう実際なんかやり始めると意外と、うん、あつ,なつながってるんだなって思うことはね、うんうんうん あとすみませんちょっと話が戻るようなんですけどビーチクリーン以外にも、うん、旦那様自らこの歌たきとか排除とかを回って、うん、回ってもともとこうあの地元のんだろうこういうカル,カルチャーというか文化を、うん、こう観光地ではない。 あの場所、この観光で来るうちのゲストとかに、うん、そういうところも、こう文化として。教えたいっていう気持ちが彼にあって、うん、で、そういうとこ、その読谷は結構、あの。うん、残っていて、いろんな排除が、うんうん、この、そういう場所にちょっと手を合わせたり。うん、そうしながら、こう、うん、回ってますね。今。<ー>はい、じゃ、なんかもう、読谷村を二人がもう、なんか、冒険してる感じですね。そう、そうですね。<laughs> そう,うかも。実際その旦那様の声をちょっと聞いてみたい。うん、旦那さん、旦那さん、あ、旦那様。そう、はい、はい。近くにいるよ。すごい遠いねです。旦那様。あ,<ー> <laughs> あの、実際、この三振で、もてなしてみたりとか、したりとか、あと。<laughs> うん、この排除とか、歌きとか、回ってみて、旦那様ど、いかがですか、今のこの。 例えば昔の生活と比べてとかなんか,なんか今旦那様が感じていることを私が代弁していますね <laughs> 完璧今日のっぽさんですねどうどうどうですかいい,いいなずるいな私が言って <laughs> ということなので <laughs> <laughs> じゃなんか思ったら紙に書いて,こ出してくださいと <laughs> なんか歌詞とかねこう普段沖縄私たちね沖縄出身でマナハ なかなか那覇、うん、の人ていうか地元の人でもなかなか行く場所じゃないじゃないですか、うん、どっかこか離れてる生活とはこう離れてるっていうところがあったんですけど、うんまあ、私たちはこう、ね、ビーチクリーンして、うん、その,あの途中にもこう畑があるのでそこにこう手を合わせたり、うん、こうすることでなんかこうスッと、うん、心が穏やかになるっていうか、うん、んなんだろう何かが、ね、あるわけじゃないけどんか。 すごいクリアーな気持ちになるのでこれはなんか文化なんだけどもともと、ね、伝えるたいっていう気持ちから始めたことなんだけど、うん、結局こう自分たちがそれを体感してみたらすごい楽になったみたいなところがありますね。なんかこれ例えば やらななけけければいけないで回って回るわけではなく例えば沖縄だとなんか病気したらあんた拝みが足りないよとお部屋に行かんといかんよみたいなよくそういう会話あるけどそんなのではなくて自然に自然にでもそうさっきもなんかお話ししてたけどやっぱそれってオープンになったから心がオープンになったから自然とそういう自然となんかやってもいいよねぐらいな気持ちです。こここでううちょど 通過点だし、この途中にあるから、うん、海のビーチの途中にあるから、じゃあ、ここで一回手を合わせようか、うん、みたいな感じで。うそう、もう、この、もう、本当、流れっていうか、うん、そういう、何、すべきとか全然なくて。うん、なんか、そういう自然にできるようになった流れになるまでは、一応、うん、踏ん張り時とか、やっぱりあったんですか、うん、大きな一歩だとか。なんかもう、全然、まず、こんなことをやるとも思ってなかった。うん、だから、全然、こう、やり、あ、すごいね。 ってもし誰かやってる人がいたらすごいねって多分思うと思うけど、うん、まさか自分がやるとも思わないしうんうんだからこうなんだろう自分の中のこうすべきっていうのを、うん、一回取っ払ったというか、うん、今日起きてなんかこうああれやってみたいなって思う本当にこう直感う今日こうしたいなとか向こうに行ってみたいなって思う、うん、その直感をなんか。 大事に行動しててみたって感じですな、ねうん、なるほど、うん、なんかやっぱりこの思考とかで曇ってたらなかなかその直感だとか、うん、あのオープンに心オープンにしてなんかこう人とこう触れ合ったりだとかもできなくなるからやっぱりもう一回思考を置いといてまずやってみようから小さいやってみようから始めてでなんだろうこの民泊を通して、うん、なんだろう今2人が。うん 思ってることとかは何かありますかなんかそうですねもっとこういろんな私たち まだ半年なんですけど初めてで結構、う多分7か国8か国ぐらいの方がいろいろ来てゲストがいらっしゃってててそういう方と仲,あの仲良くなった方つながっていてで私と主人でよく話しているのが1年に1回ぐらいそういう方たちに声をかけてこうホームパーティーみたいなのができたらいいねってそうすることでこうお互いのこう国のことをねそうそう知るきっかけにもなるし。 そ,うですね、それがこうい,ずいずれというか、まあ、なんか平和につながるんじゃないかなってなんかでもこれって本当に大事ですよねん,なんか自分たちの小さい自分たちのできることでこれが何かこういったことが世界平和につながるんじゃないかっていう国と国とかいうよりも個人であったらこ、うん、んなにもいろいろ分かります お互いいのの良さとととか知れたりだとかかなもでも本当にそういう個人の,あの活動が多分互いの国のイメージをぶち破ったりだとかうそう絶対大きくありそうですよね,そうそうね知らないっていうことがまず問題だなと思って情報がテレビとかそういう偏った情報しかないっていうのがよくないしやっぱ友達になればそれで彼を通してまた国の見方も変わったりするし。 そうね、確かに思い込みでも見てしまったらもう悪者は悪者とかそういう感じで見てしまいますそうかに,確かに <laughs> うそういう考えじゃなくてもう個人でそう友達になって一緒にご飯食べればみんなね仲良くなるしそう,そういう輪がなんか私たちのこう家を通してというかまあちょっとね大きい。 野望なんですけどね平和につながるかなと思って、うん、本当本当に素晴らしい本当にこの小さな活動から小さな活動から大きな野望がもう本当に大事っていうか、うん、とてもすごく力があって、うん、なのでこのね金城夫妻のような活動をあの皆さんそれぞれであの自分ができることであの何かこう変な隔たりだとか壁とかをなのなく。 素直に付き合えることだったり、うん、素直にできることがあの増えていくことだと思いますので,でそれが、うん、もう政治とかいろいろ文句言ってる暇あったら自分たちが気づいたら世界平和にできるかもししれないしねそのエネルギーを何か自分も心地よく近所夫妻のように、うん、あの前に、うん、あの気持ちよくあの使っていくと世界平和にあの 個人個人の力は馬鹿にできないと。私は二人の話を聞いて改めて思ったので、うんはい、ありがとうございます。本当にじゃああの、はい、そうですね。皆さん、この二人のあのお話を参考に、ちょっとあこれやってみようかなから始めてみてください。えっと自分の心地よ。さがいずれ、あの周りの心地よさと、うん、あの愛のあの会話が。 ポンポンとできてってその国境祭も越えてみんなでねこんな嫌なことばっかり考えないでもっとハッピーなのを意識して過ごせると思いますのでということで最後にそうだな金城さんに何か一言書いてもらおうかなあの謎の旦那様何 <laughs> か何がいいかな奥さん耳打ちしてなんか今日の今日のなんか。 はい最後に大事なのは旦那様、書きました、直感 <laughs> 直感で生きろと、<laughs> 直感で生きろと旦那様今日ののっぽさんはですね喋らなかったけど、結局大事なのは直感だよと, <laughs> <laughs> ということで、皆さん、<laughs> はい、心をオープンに直感で生きてください。ということで、今日のゲストは、金城夫妻でした。あ、はい、ありりががととうういます、はい また来週ありがとうございます。